弁会の役員を代表してご挨拶申し上げます。本日はこのように多数の皆さんおいでいただき感謝申し上げます。栃木県のキャッチフレーズに、いい人いいこと次々栃木県という言葉がありましたが、このようにいい人がたくさん集まってくれましたので、これからいいことが次々起きると思います。ありがとうございます。このキャッチフレーズは、今回違うキャッチフレーズに変わりました。そのキャッチフレーズも話したいんですが、これは栃木県の福田知事が作った言葉だと思いますので、知事がその後挨拶するのに私が先に言っては失礼だと思いますので、考えるとこの今度のキャッチフレーズは、この日光市を考えたキャッチフレーズではなかったかなと思っております。これは後で知事のご挨拶の中に出てくるかと思います。斉藤文夫のキャッチフレーズは後で見ていただきますが、まちづくりの主役はあなた市民です。日光送信、その後ろにこのように後で見てください。これまでの成果を50年100年後の未来に、斉藤市長が日々怠りなく精進して多くの成果を上げてくれました。そしてその下には50年100年後も光り輝く日光市でありたいと書いてあります。これは日光市民誰しもが望んでいることでありますし、このことは斉藤市長以外できないと思います。日光市にとって重要な4年間になります。斉藤市長に力を与えましょう。力を与えてください。よろしくお願いいたします。